菅総理大臣が年金制度改革ででも超党派での議論を呼びかけます政府は年金制度の改革に向けて、最低保障年金の創設などを盛り込んだ7項目の基本原則をまとめました公平で国民の信頼が得られるような新たな年金制度を一刻も早く構築することが不可欠な大きな課題であります。 基本原則は、全国民が同じ1つの年金制度に加入することや、最低限の年金額の保障があること、年金が消えないことなど7項目を掲げています。しかし、最低保障年金の具体的な額や財源については提示されませんでした。 政府は今後、広く国民から意見を募集するとともに、野党に対し超党派での議論を呼びかけ、2013年度の法案成立を目指したい考えです。